開始だ。ジョーカー行くぞ。オッケー、心得た。行くわ。行くぜ。行きます。ガセロペルソナ5タクティカ。心は一つの世界だ。それは地獄を天国に変え、天国を地獄に変貌させる。その突然の失踪に政界は大きな騒ぎとなっていますが、事件事故もしくは何らかの体調不良などあれこれ囁かれていますけども、そろそろマスコミへの対処も限界ではありませんか。私の周囲にもうるさい小バエが飛び始めてきたのですけれど。なーに、今のうちだけです。心配には及びませんよ。我が逆らうなど到底ありえない確かに。それはともかく、あちらの準備の方は滞りなく。ねえ、根回しは進んでいますよ。我々の夢は近いうちに実現するでしょう。そのためにも今はやり過ごさねば。ええ、その時が待ち遠しいですわね。たった今。帰りなさい。寒かったでしょ。彼がコーヒー入れてくれてるよ。助かる。ガチのマジで極寒だったぞ。ほらモナもこんなだし。めっちゃ冷えてんな。猫は寒いと丸くなんだる。つつくな。てか猫じゃねえし。いただこう。いや、お前じゃねえし。お前はさっき食ってたろ。我が輩にはホットミルクを頼む。ご主人が仕入れてる方のやつな。スーパーで買った安い方は料理に使え。まったくグルメな猫だな、モナは。ちゃんと用意してあるよ。こう寒くちゃ、元ヒッキーじゃなくても外出るのしんどいぞ。宗次郎もこれじゃ客が来やしねえってぼやいてたし。おかげで貸し切りにしてもらえたけど、ちょっと悪い気もするね。でもこうしていられるのももう少しだから。3年生はもうすぐ卒業。お前は地元に帰るのだったな。
そう考えると今この瞬間も貴重な時間に思えてくる。だよな、連絡は普通に取れんだし、ちっと遠くなるぐらいで一生会えなくなるわけじゃねえしさ。もちろん大学生になっても時々顔見せに来るから。絶対集まろうね。あ、海とか行こうよ。いいなそれ、次こそ去年のリベンジしてやるぜ。懲りねえな龍二は。俺も水着を新調するか。ちょうど着想が浮かんだデザインがある。環境に配慮し、使う素材の面積をギリギリまで削減したものなんだが。想像しちまうからやめろ。あの、ごめんね、私が変なこと言い出して。いいのいいの、卒業後もお楽しみがいっぱいってことで。おや、ついでに今も楽しもうぜ。コーラおかわり。またあんたは、ちょっとは遠慮しなさいっての。続いて春日部藤四郎氏の続報です。先日から消息不明となっている件について依然調査が進められています。首相指名選挙直前、有力候補と言われている春日部氏に一体何があったのでしょう。彼は若手候補として注目されていますからね、心配ですね。はい、春日部氏を支持する声は多いですし、世間からもかなり注目されていましたよね。その突然の失踪に政界は大きな騒ぎとなっていますが、事件事故もしくは何らかの体調不良などあれこれささやかれていますけども。これネットでも騒がれてるな。あちこち陰謀論がどうとか言われてる。最近急にテレビでよく見る人だよね、若手の次期首相候補って。そんな人が突然の失踪なんて、何か厄介なことじゃなければいいけど。いろいろと終わったばっかだぞ、さすがに追加ステージ早すぎだ。こいつのことはよく知らねえが、嫌なことあって家出でもしてんのかもな。春日部氏についてはん？なんだ？テレビ調子悪いのかな。おいおい、マジでテレビイカれたんじゃね。ん、リモコンも効かないみたい。一体何なんだ。パパ、なんじゃこりゃ。おお、浮いている。いや、静止しているのか。ねえ、外が静かすぎない？言われてみれば、窓の外が真っ暗。この違和感、まさかとは思うが、異世界絡みではないだろうな。まさか、そんなはずは。だって…ああ、異世界ナビは消滅したはずだ。何より、我が輩やお前たちの姿も変わっていない。じゃあ何なんだよこれ。そうだな、まずは落ち着いてコーヒーブレイクを。落ち着け双葉、それはカレーポットだ。こら、思いっきりカレー飲んでしまった。おい見ろ。ドアが光ってる。宗次郎が仕掛けたドッキリってそんなわけないか。あれ、開けるしかねえよな。そ
うしてても手詰まりだし。すまないが、お前に頼んでいいか。くれぐれも注意してくれ。なんだよここ。俺らさっきまでルブラにいたよな。それにみんなどうして怪盗服になってるの？何が起こってんの？おいおい、あいつらこっち来るぞ。排除する。構えろお前ら。やつら一体何者だ？わからんが、襲ってくる以上やるしかねえ。散開して撃破するぞ。了解。右手は私とパンサーに任せて。それじゃあ私たちは左だね。行こうフォックス。んじゃ正面は俺らで潰すとすっか。この状況は。よーし。いいぞジョーカー、そこなら安全そうだ。倒れ。ナイスジョーカー。ハイガー。ギリヒットだ。ハイガー。俺の出番だな。待っちまったな。スカル、いい場所に移動したな。敵を撃破。スカル、もっとだ。倒す。そら。バッチリかわせたな。いいぞ。いいか。あ、いや。さて、なかなかいい位置取りだジョーカー。食らえ。ナイスジョーカー。敵にヒットだ。よーし。なかなかいい位置取りだジョーカー。よし、敵を撃破だ。
敵は増えたがこちらが優勢だ。やるぞ。ヒット！スカルいい感じだな。見事な回避。完璧なカバーだ。バッチリかわせたな。いいぞ。この状況は。いい感じだジョーカー。我が輩が。我ながら惚れ惚れする腕前だ。よし、敵を撃破だ。俺の出番だな。邪魔だ。攻撃命中。やるじゃないか、スカル。そうだ。よし、ラスト撃ったら撃破。ジョーカー決まったな。やれやれ片付いたか。にしてもこいつら何者だ？シャドウにしちゃ妙な気が。わからん。そもそもここがどこなのか。奴らを取り押さえよ。反逆者には罰を。反逆者には罰を。チッ、ゾロゾロ湧いてきやがって。ジョーカー、ペルソナだ。こいつら一気に蹴散らすぞ。覚悟しな。暴れるとしようぜ。奪え、蹴った。よし、敵を撃破だ。なかなかやるな。やるぞ。来たれ、我が半身。よし、来い。アルセール。よし、敵は一掃したぞ。これでどうや。片付いたが妙だな。うまく力が。ナビ、他の様子はどうだ。そろそろ片付きそうだ。そうか、ひとまずは安心だが。え、なんだこの音。つか、近づいてきてね。アリア様の大台だ。最低限にてお迎えせよ。マリエ？誰だ？
おい、なんだよあれ。私の支配は？ザッツライト！さあ、お前たちも私の下僕にしてあげるわ。まだこんないんのかよ。やばいぞ。あちこちでどんどん敵の反応が。やば、囲まれた。うまく力が出せない上にこれさ。我らが乱れなる魔力ぞ。忠義ある限り我らは不滅。数が多すぎる。お前ら逃げろ。なまってんじゃねえのか。しっかり仕上がれ。おお、助かったぜスカル。いくら倒してもキリがない。これではラジがあかん。これはまずいかも。ジョーカー、ここは俺らに任せて、あいつら助けに。スカル、後ろだ。え？捕まえた。ちくしょう！スカル！ジョーカー、モナちゃん！なんとかここまでしのいできたが、これは。追いかけ回す手間が省けたわ。お仲間はこれで全員かしら。あー、なんじゃこいつ！スカル、今助けるから。ダメ、今手を出すと。分かってるじゃない。こいつの命が惜しいならおとなしくなさい。あら、そんな口の利き方して。このガキ、うっかりひねりつぶしちゃっても知らないわよ。なめんじゃねえ。やるならやれや。まっ下品で吐き気がするわ。反抗的でよく吠えることだったら面白いもの見せてあげる。てめえ何しようって。黙ってて、すぐに分かることよ。そういう生意気な口二度と聞けなくしてやるから。ずいぶんと変わった力を持ってるのね。ああ生意気ね。なら従わせてあげるわ。これでお前も私の下僕。さあ、
賊を皆殺しにしてしまいなさい。仰せのままに喜んで。なんてことだ。よし、ジョーカー行くぞ。引導を渡してやる。意を示せ、ゾロー。やってやるわ。見事な回避。完璧なカバーだ。無駄だ。バッチリかわせたな。いいぞ。見事な回避。完璧なカバーだ。この状況はペルソナアルセール。ガジョーカー、敵を一気に撃破だ。爆弾を潰す。マリエ様のために。スカル、目覚ましなさいっての。ダメだ、あの様子じゃ聞こえてない。ここまで強力な洗脳とは私の愛のベーゼはよく聞いてるよね。でもほんとちょろちょろと鬱陶しいわね。いいわ、お前たち全員愛の虜にしてあげる。しまった、避けろ。みんな逃げて。どうなった。偉大なるマリエ様、忠義ある限り我らは不滅。全てはマリエ様のお心のままに。なんてこった、我が輩たち以外みんな。うわー、マリエ様、マリエ様万歳。いいわ、もっと私を称えなさい。これこそがあるべき姿なのよ。なに、まだネズミが残ってたのね。まっ、ノリが悪いガキは嫌いよ。私のベースを避けるなんて。なら別のやり方で遊んであげる。なんだこの首は、外れねえ。さあ一緒にドライブを楽しみましょう。さあ式の余興を彩りなさい。イッツショータイム。あっああ、美しいわ。人が苦しむ声ってどうしてこんなに。
そうして這いつくばってるのがお似合いよ。で、身の程を知ったかしら。痛いでしょ、苦しいでしょ。靴でも舐めてへつらうなら許してあげても。生意気ね。仲間を奪われ、泥にまみれても、なお輝きを失わない、その目。本当に腹立たしい。このキングダムでは私こそが王。全ての者が私を称え、私の前にひざまずくのよ。キングダム、これからお前をいたぶってあげる。極限の苦痛で屈服させてあげるわ。元気もないようね。私に逆らった報いよ。ジョーカー逃げろ。逃がすわけないでしょ。あなたはじっくりいたぶってあげる。どうやって楽しもうかしら。ジョーカー。少しはやるわね。名乗りなさい。聞いてやるから。我が名はエル。お前に反逆の鉄槌を下す者だ。エル、こいつは一体。そのいでたち、貴様は偉大なるマリエ様に逆らい、意向を汚す者どもを率いる反逆者だ。こそこそ逃げ回っていたようだが、とうとう姿を現したか。あ、聞いてくれ、そこのナマズの少年。ナマ、せめて猫って言え。今は行こう、ここから離れるぞ。助けてくれるってのか。しかし気持ちはわかる、だが今は無理なんだ。話してる間が惜しい。決断してくれ。ここはあいつの言う通りか。とにかく体勢を立て直さねえと。では私が先陣を切る。方位を突破するぞ。続け。おお、こうなったらやるしかねえ。なに、威勢よく現れて逃げるわけ。賊どもを逃がすな。高貴なるマリエ様のために、我らがマリエ様の望むままに。必ず助けるからな、お前ら。行こうか。おい、ちょっ、でも状況は任せろ。
いつでも来い。ゴールはまだ先だ。じっくり行くぞ。これで打ち払う。よし。行くぞ。アルセール。ペルソナ。頂戴しよう。ジョーカー、敵を一気に撃破だ。攻撃のヒット、いいぞジョーカー、やるぞ。よし、勝利のために。仲間に当てる気か。さて、我が輩が。いつでも来い。おい、ジョーカーに当たるぞ。よし、せよ。相変わらずやるな、ジョーカー。させろ。我ながら惚れ惚れする腕前だ。この状況は。やるぞ。よし、せっ。よし、敵を撃破だ。さて、任せろ。ようやく中盤ってとこか。よし、我が輩が。やるよ。さて、この状況は。やるぞ。いつでも来い。行こうかしら。しばいてあげるわ。行くわよ。さて、任せろ。よし、ゴールは近いが油断するな。意志を力に。はあ、容赦はしない。なんだこの状況は。倒れろ。ナイスジョーカー、敵にヒットだ。我が輩が。来たれ我が半身。意を示せゾロ。さて、ジョーカーの銃撃がヒット。仲
かなかいい位置取りだ、ジョーカー。ジョーカー敵を撃破。さすがだな。やってやるわ。楽しみましょう。参りましょうか。ぬかそう。我が輩の体力残りわずか。よし。我が輩は負けん。いつでも来い。この状況はまだ倒れるわけねえわ。よし直撃。よし敵を撃破だ。よし行こうかしら。しばいてあげるわよ。そダウンだ。参りましょうか。我が輩はやるよ。負けん。革命をなすまで止まりはしない。なんとか巻いたみたいだ。隠し通路は塞いだから奴らも追ってこられないよ。我が輩からも礼を言う。お前がいなきゃどうなってたか。気にしなくていい。私もマリエとは敵対してるし、何よりあのままだと君たち絶対に引きそうになかったしね。マリエの力は強大だ。それに数も多い。まともにやったら勝ち目がない。なるほど、いろいろと知ってそうだな。助けてもらってなんだが、お前は何者だ。そもそもここはどこなんだ。私はエル、革命軍のリーダーだ。君たちこそ何者というか、あのレギオンたちを倒せるなんて。ねえ、君はジョーカーって言ったっけ。あんなに絶望的な状況で諦めようとは思わなかった。君はマリエに散々痛めつけられてもあいつを恐れたりしてなかった。相当の修羅場をくぐってきたみたいだね。最後に一つだけ聞かせてくれ。君たちはマリエに反逆する同志か、それとも偽りを語る奴の手先か。後者であるなら正直に言ってくれ。私がここで相手になる。ちょ、急に何言ってんだ。我が輩たちはお前も見た通りだ。我が輩たちは仲間を奪われてる。少なくともマリエってやつに借りがあるとこに嘘はねえ。そっか、疑ってごめん。マリエの洗脳を受ければ誰でも簡単にあいつの言いなりになる。君たちがその洗脳を受けていない確信を持ちたかったんだ。で、その確信とやらは持てたのか。うん、君たちなら大丈夫そうだ。マリエは逆らう者を許さない。きっと君たちをどこまでも追ってくる。行く当てがないなら私たち革命軍のアジトに来ない。詳しくは後で話すよ。アジトはすぐそこだから。そこなら一応安全ってわけか。ジョーカー、今はとにかく言う通りにしよう。何から何まで謎だらけだ。我が輩たちはこいつを頼るしかない。それに体を張って助けてくれたやつを信じない理由はねえからな。ありがとう、信じてくれて。じゃあ行こうか、ジョーカー。君も、我が輩はモルガナ。ここではモナと呼べ。了解だ、モナ。案内するからついてきて。私たちのアジトへようこそ。なんてカッコつけて紹介しても見た目は普通のお店なんだけど。ルブ
さんそっくりだ。ご主人の店がなぜここに？君たち何をそんなに驚いてるの？おいエル、この店はいつからここにある？いつからってずっとここにあった喫茶店だって聞いたよ。そこをアジトとして使わせてもらってる。ますますさっぱりだが、たまたま似てるなんて話じゃないな。あの妙な扉に吸い込まれたのもルブランに集まってた時だ。我が輩たちがこの異世界に来た影響でこうなってるのか。いやしかし、よくわからないけど話があるなら中でお願い。ほら君たち目立つんだから、さっさと入った入った。よし、中もこの目で確かめてやるぜ。行くぞジョーカー。おお、こいつは驚いたな。中身まで丸っきりルブランじゃねえか。内装が変わってるでしょ。そこがお気に入りなんだけどね。飲み物でも用意するからちょっと待ってって。あれ、君いつの間に着替えたの？仮面もなくなってる。我が輩はこの姿のままだが、お前がその姿に戻ったってことはここは警戒されてない場所ってわけか。何のお話？やっぱり不思議な人たちだね。ずっとここで暮らしてたけど初めてだよ、君たちみたいな人。ああ人。うるせえよ、今さら細かいこと気にすんな。君たち困ってるんでしょ。事情を教えてもらえたら力になれるかもしれない。かくまってもらった上にありがたい申し出だ。我が輩たちも情報が欲しい。エルって言ったな。お前のこと、この世界についてのことを教えてくれ。わかった、とにかく座って。この世界が君たちにとっては異世界？そう言われてもピンとこないな。私はここに住んでるんだし。そして君たちは心を盗む怪盗でここへ迷い込んだ。さっぱりわかんないや。さっぱりなのは我が輩たちも同じでな。あとはいきなり敵に襲われお前に救ってもらったってわけだ。それ以外のことは何もわからん。まあ考えるのは後にしようか。モルガナーに。じゃあ私の番かな。聞きたいことがあったらどうぞ。ここ一帯の支配者を気取る血も涙もない暴君だよ。もともとこの場所に争いなんてなかったんだ。そこにマリエが突然現れた。マリエはこの町やみんなを全て自分のものだと宣言すると、大勢の無敵の兵士たちを引き連れてこの辺りを制圧してしまったんだ。無敵の兵士？あの襲ってきた奴らか？うん、私たちはレギオンって呼んでる。見たかもしれないけど、あの兵士たちはただでさえ強いのに気絶させるのが精一杯で、何度でも蘇って襲ってくる。私たちの力じゃなすすべもなかった。なるほど、シャドウの一種か。シャドウはペルソナでしか倒せない。そりゃ勝ち目があるわけねえな。シャドウ？ペルソナ？やっぱり君たちはあいつらに詳しいみたいだね。とにかくマリエはそうやってこの辺りをすっかり支配した後、ここのみんなを奴隷のように扱い搾取し続けているんだ。他に聞きたいことは？ああ、ここは革命軍のアジトだって言ってたな。あのマリエを倒すには私たちみんなで戦うしかない。それで私が旗揚げしたのが革命軍だ。リーダーは私がやらせてもらってる。
戦おうって言い出したのは私だし、何よりあいつを放っておけないから。それでお前はお尋ね者になってたってわけか。やるじゃねえかエル。いや、ずっと負け戦ばっかりでみんなに合わせる顔がないよ。軍なんて名ばかりでもうほとんど残ってない。倒したそばから復活されたんじゃどうにもならねえよな。うん、隙を伺って細々と抵抗するぐらいしかできないんだ。他には？なぜって、そりゃ危ないから助けなきゃと思って。お尋ね者のお前が身を危険にさらしてもか。ああ、でも、もし一緒に戦ってくれたらなんて思ったのかも。マリエの軍勢とまともに渡り合える人たちなんて初めて見たからね。そいつは光栄だな。だがあの時は本当に助かった。礼を言うぜエル。助け出せるかは賭けだったけど、うまくいってよかった。さて他はどう？マリエがこの世界で好き放題してるってのは分かった。だが目的は何なんだ？ここにいる奴ら片っ端から奴隷にして何を始めようってんだ？結婚式だよ。結婚式って誰かと結婚するってことか？そう、マリエは結婚式を挙げることに異様に執着してる。それもただの結婚式じゃない、贅を尽くしたとびきり豪勢なやつをね。また突拍子もない話だな。連れてきた兵士や捕らえたみんなを無茶に働かせてその準備をさせてるんだ。マリエが乗ってるあの妙な戦車もそうやって作られたものの一つだよ。つまりあのマリエってのは己の欲のために他人を犠牲にする危険なやつだってのは間違いなさそうだな。ぐずぐずしてられないぞ、みんなが危ない。さて状況は一応分かった。次はどうすべきかだ。そうできれば手っ取り早いが、まだわからないことが多すぎる。アンドヌたちが洗脳されたままじゃ人質に取られてるようなもんだ。あのさ、提案があるんだけど。君たちはマリエの手から仲間を救い、この異世界から脱出したい。私はマリエを倒してここに元の暮らしを取り戻したい。だったら私たちは手を組むべきだ。私が君たちに協力する代わりに革命軍に加わってくれないかな。なるほど、つまりそれは取引ってやつだな。どうする？ああ、こういう事態を乗り切るには協力者ってやつが不可欠だ。みんなを元に戻す方法もここから出る方法も探らなきゃならない。味方は多い方がいい。頼りになりそうなやつだしな。その話乗らせてもらうぜ。よろしくなエル。じゃあ決まりだね。こちらこそよろしく。今から君たちは我々革命軍の一員だ。それじゃあ改めて、同志諸君、アジトへようこそ。同志、まあそういうことにしておくか。